師匠、もういい加減僕に落語を教えてもらっていいですか。いやそれはね、お茶組とかカバン持ちだね、弟子だから分かりますけどね、エピソードトークの練習とかひな壇芸とかゲームコーナーの立ち回りとかお笑いの養成所でやることなんですよそれ。何ですか平場の練習って。落語家に平場の概念ないんすよ。落語がやりたいのにね。え、じゃあ今日は大喜利の練習でもしようかとか言うからね、てっきり笑点みたいなの想像するじゃないですか。なんでガチのフリップ大喜利なんですか。ねえ、書いて消して書いて消して書いて消して着物汚れるわ。消したやつつくから。で今日は何やるんですか。あ、踊り。まあまあ踊りだったらね、落語家さんでそういうのやってらっしゃる方いますからね、踊り。ちょっとショーショー、なんでブレイクダンスなんすか。ショー、住吉踊りとかでしょ相場は。ねえ、着物でやることかね。そんなぐるぐる回って、あー、落語やりてー。